松浦茂次郎、松浦茂次郎、松浦茂次郎。松浦茂次,次,次郎から1945年9月28日は、日本の文部官僚、教育者、政治家、元九州帝国大学総長、愛媛県宇和島市出身、昭屋松浦その次男として生まれる。第一高等学校政治家を主席で卒業し、1898年7月、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業後、内務省に入り内務族として検知局に配属された。同年12月、高等文官試権に合格。東京府参事官を務め、1902年2月、文部省に移籍して参事官に就任。以後、県文部大臣秘書官、総務局人事課長、大臣官房秘書課長、 文部大臣秘書官兼文部省参事官などを歴任。1906年2月に休職し、米独に留学した。1907年8月に復職し、以後、大臣官房会計課長、文部書機関、文部省専門学務局長などを務め、1924年1月、文部次官に就任した。百二十七年四月、以岸退職し、同年七月、 慶城帝国大学総長に就任。1929年10月から1936年7月まで、九州帝国大学総長を務めた。1930年12月、貴族院直選議員に任じられ1938年2月まで、在任。1936年11月、九州帝国大学名誉教授となる。1938年2月、 数密顧問官に就任。1940年1月、与内内閣の文部大臣に就任。同年7月、同内閣が総辞職をすると、再び数密顧問官に選任され在職中に死去した。ありがとうございます。